南朝南南南朝南南南朝南南なんだろう。インコをリンゴに聞き間違えた。似ている。優しいメロディーで始まるこの動画。南朝の子供を持つ親たちで結成された家族会空色が制作しました。こんにちは。空色は福岡市を拠点とし、南朝の子どもやその家族が定期的に集まり、意見や情報の交換、勉強会などを行っています。今回の動画は南朝についてもっと多くの人に理解してもらおうと、福岡市の映像制作会社空気の協力を得て作られたもので、補聴器や人工内耳をつけている子どもたちが生活で困る場面をアニメーションと歌で分かりやすく紹介しています。思わずうんと合図地を打つ。当時の会話すべてが超南朝南南南朝南南。一度の聞き取り難しい。みんなで一気にこうわーっと話されると聞こえないので、ああいうのをこう発信してもらえたらちょっとはこう周りも配慮できるのかなと思って。静かなところで一対一で話している時には比較的聞きやすいんですけど、バックグラウンドミュージックとかがあってたり、また車の音がしてたりするとすっごく聞きにくいんですよね。動画の制作を提案した家族会の会長、岩尾幸和さんです。現在6歳の長女ともりさんは生後4ヶ月で難聴と判明しました。岩尾さんは当初補聴器をつければ大したことはないと思っていましたが、子供が保育園に進むにつれ、さまざまな壁にぶつかったといいます。例えば補聴器つけたらもう聞こえるんでしょっていう、それ僕自身も思ってたことなんですよね。はい、こちらがちょっとこう繰り返して言ってもらえないですかって言っても、いや聞こえてるんでしょって、つけてるじゃないみたいな感覚になるのかなと思ってですね。動画は当初言葉で説明する啓発タイプのものを考えていましたが、映像会社からの提案で子どもにも親しみやすい歌とアニメーションで作ることになりました。補聴器や人工内耳をつけていても全部聞こえているわけではないんだ。すごく何ですかね、前向きな感じだったっていうのとイメージとしてですね。で、なんかこうあんまり押し付けがましくない、こうなんだからこうしてよっていう感じでは決してなかったので、その気持ちを表現していただけたのがなんかすごく、はい、嬉しかったです。岩尾さんはこの動画を難聴のことを知るきっかけにしてほしいと考えています。僕自身はあれを使ってちょっといろんな、小学校とかに行って、人権講座とか道徳の時間とかで、難聴ってこうなんですよ、難聴の子がいるいないにかかわらず、行ってちょっとお話しして知ってもらうとか、そういうのをやっていきたいなとは考えています。はい、3分弱の動画で私もインターネットで見ましたけど、歌も音楽もアニメーションも素晴らしい三位一体の作品で、一人でも多くの大人や子供に見てほしいなと思いました ね。相手をイメージする、それが寄り添うことにつながるといいですよね。まさしくそうですね。この動画なんですけども、空色のサイトで無料で公開されておりまして、自由にダウンロードできるということですので、皆さんもこの機会にぜひ一度見てみてください。